じゃあ、はるかは、リップ塗ろ。え、これ声も聞こえるのかな？お互い、ちゃんと聞こえるかな？あ、これ、私、一人ぼっちだ。私、一人ぼっちだ。クロワ配信は、私、4回目かな。青と美晴さんと優とやったことあるけど、今日はもう一方。ご登場願います。え、ご登場してくださらない。あ、カニカマ、今日最近なんかまたこのロム&のリップに戻ってきて、一番最初に、最初っていうか、なんかロム&買った瞬間めっちゃ、あっ、え、待って、来た。え、でもなんか固まったよ。こんばんは。こんばんは。テロップなーに？テロップ？テロップとかかけるの？うん、ちょっと待って、リップ塗る。は？今ね、リップ塗る、カラーが来るまでにリップ塗ろうって言ってて、そしたら、じゃあもう脱落だね。脱落とは、はい、脱落だね。テロップってどういうこと？それぞれの、え、普通に違うって。え、だから、うん。え、でも2人どちらからもかけるってこと？ってことはさ、そうそう、書き直し合いが、じゃあ適当にするね。喧嘩になっちゃうじゃん、そしたら。違うよ。違うって、自分の配信のルームの画面のテロップだよ。ああ、そういうこと。もう決めたもん、サラ。もう決めた、イエーイ。したよ、もうテロップ。じゃあ一緒に言おう。きっと一緒だと思うもん、テロップね。きっと一緒だよね、テロップ。せーの、ハルルサララン配信、イエーイ。なんて言った？未来の夫婦、ハート。ちょっと一人配信にしても大丈夫ですか？はい。やめて、行かないで。サラめっちゃ可愛い配信の名前にしたのに。サラなんて言った？ハルルサララン配信だよ。こちら採用で大丈夫ですね。ララン、は、はい、何にツボってんの？サララン。ハルルンと同じじゃん。一緒じゃん、ラリルレロで。サルルンにしとけよ、そこは。え、サラ、サラ、サララン、これからサララン。でこのハルルンといるときはサララン、ということで。キャラクターみたい、サララン。ってやばいね、ちょっとすいません、すいません、すいません。ということで今日はお皿村から配信ということでですね。こんばんは、お皿村ですよね。はい、住民の人に挨拶。こういう感じなんですか？こういう感じなんですか、はるかの配信は。え、私の配信は、そんな感じ。わかった、こういうことでしょ。な、1、はるるんを王様とするみたいな感じでしょ。違う、ちょっと違う。あ、ちょっと違う。はるるんを王様として接する。微妙な時期、うん。2、食べ物は全部プリンみたいな感じでしょ。あ、結構違ったかな。あ、違う。うん。3、ハルルンの髪型をバカにしない。ちょっとバカにする。バカにする。うん、違うの。毎回サラがポニーテールをちょっとするのに反抗してるんですよ。はるかは違うんですよ。はるか最近ポニーテール気に入ってるのをね、認めないんです。認めればいいのに認めないんですよ。認めてないわけじゃないし、認めてるわけでもないけど。そう。
もう本当に認めないんですよ。違う、毎回レッスンとか、そうレッスンとかポニーテールで、生写真もポニーテールなのに、毎回いや私はって言うから、うん、はいって言えばいいじゃんっていう。私は違うんです、あの最近ほらこう言うんですよ。何が違うねん。そうやろ、ポニーテールが好きなんじゃないかって思うんです。だけど毎回私は違うんですよ。本当に便利だからやってる。だからもう、そう今日はだから違いますよ。だってそんなだったら生写真で一番可愛い髪型をするじゃないですか。毎回ポニーテールでここからね、あの遅れ毛出してくねってさせて、そうなんです。そうだからもう気に入ったって言ってほしいんです私は。あ、ちょっといなくならないでください。おい、トラコさんさ、なんかもう最近はさ、昔はさずっとポニーテールだったのにさ、はい、ずっと最近はストレートで、なんかもう私大人になったんですみたいな。いやそれは言ってないじゃない。いやポニーテールもしてる、私はいろんな髪型をしてるんですよ。ねでも違うんです。で私はポニーテールが気に入ったって言ってほしいんですよ。でも毎回はるかポニーテールにすればいいじゃんとか言うと、なんかいや私は違うんですよって言っといてポニーテールしてくるんですよ。いやするって言わへんやん。まあいいんですけどね。まあいいんですけどね。私は違うんですよ、何が違うんっていうね。だから今日はポニーテールを認めてほしいなって思って。ポニーテール好きですよ ね。嫌いではない。うわーもうそうやって、もう違うじゃん、なんか好きでしょ。認めも認めなくもしないです私は。いやもうこの人本当にポニーテールしか着ないんですよ、はい、最近アットジャムもポニーテールだったでしょ。うん、そういうことです。そういうことです、ね、うん、そうです。なるかね。なのにポニーテールのことをバカにするんですよ。ポニーテールの話でさ何分持たせるつもりなの。私は違うんですよ。違うもん。そらさ最近さ猿増やしたじゃん。え、増やしてないよ。増やしたっていうかなんかすごい、それは誰？最近その子お気に入りじゃない？誰だっけ？待って、待って、当てる。この子。かわいい。え、待って、どうするした？ちょっと待って、どうするした？これはもうね、もう自分のテロップにも書いてある通り、未来の夫婦って、まあ、はるか川から思ってるかもしんないけど、これ当てられなかったらちょっとね、やばいね。え？でも、それ、おっきめの子でしょ？そう、おっきい。え、待って、本当に忘れた。ちょっと待って。ちょっと新しい子でしょ？新しい子でしょ？待って。違う、なんか、おっきい子は。ところでは、正解者続出。え、マジ。間違えた。ちょっと。チクタク、チクタク、チクタク。答えをどうぞ。サイくん。はい、ということで今回のコラボ配信は以上で終了となります。ということで皆さん待って。正解は正解はマサルくんです。あー、マサルくんね。いや今思い出した、サイくんじゃないです。サイくんじゃないんですよ。ごめんなさい、全然違うんです。マサルくんとさ、ボーちゃんの顔似てるよね。ボーちゃんのでかい、みんな違う顔してますから。違う顔なんで、やめてください。それはさすがにさ、ファンの人もわかんないし、この顔だけの写真わかるよ、わかるでしょ。皆さんわかりますよね。わかんない、
だって今ボーちゃんいないわこの部屋に。いや絶対わかんない。旅出した、旅行きました。可愛い子には旅をさせようみたいなやつあるよね。ボーちゃんは最近元気なんだろうか。ボーちゃんはねちょっとね最初の頃よりね細くなっちゃって。細くなっちゃったの？そう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 。ねえ、マサルくんも細くなるのは時間の問題。あ、そうなの？うん。切るってこと、綿毛、綿が。どういうこと？綿毛は飛ばしちゃうから。でも、なんか私のゴブタツもコンセント同盟をもう2年前くらいに組んだじゃないですか。でもさ、よく考えてみたらさ、コンセント同盟ってさ、コンセントってさ、どっちも刺される側じゃん。ウサギとかがいたらよかったね。だからさ、コンセント同盟はもういいよね。はい、いいの？どっちもこうやって、だってもうどっちもグッて やられる側じゃん。こうやって、いいんですか？いや、便利ーズみたいな。便利じゃあ、便利ーズにしよう。便利ーズ便利ズ。便利ズ。え？便利ズ。はい。ちょっとハルロンの配信見よう。ん？じゃあサララの配信見よう。おい。いじるな。サララの配信。小宮山サラタム。サルカのラインのサラはね。小宮山。なんて言った？はるかの LINE のサラ、小宮山サラタムになってるんだ。サラタム？うん。かわいいね。いた？かわいた？かわいた？サラの LINE の名前？うん。はるかの LINE の名前はゴリラタン。何ですか？最近そうなの、サラにゴリラタンって呼ばれる。そう、なんか。でも可愛くしてるんですよ。ゴリラタン。でなんかだってなんかだってもしも電車とかでだって電車とかさそうやって交通機関みたいなところで大声はるかってラインが来たらちょっと怖いじゃないですか。NGT のメンバー特に。だからだからそう古舘葵とか出たらなんかちょっと嫌だから変えた、みんな。で、ゴリラタン。ゴリラタンから私は LINE 来てる。そう、だって、もしもだってさ、ほんまひなたさんとかさ、来たらやばいじゃないですか。だからそれの原理で、ゴリラタンにしてる。ほんまひなたさんは、ちなみに、金太郎にしてます。金太郎。そう。で、みなちが、浦島太郎。なんかさ、ちょっとずつ分かっちゃうのがあれだよね。自分含め。確かに。みんなもしかして、もうサラの LINE の、なんていうの、数値を見ちゃったら、内緒、内緒で。だから、そう、だから怖いじゃん。怖いじゃないですか。だからもう全く違う名前にしようって思って、そう。だから今日変えますね。でもなんか自分でもちょっとゴリラタンがしっくりきてしまうのが悔しいところではある。自分がゴリラだと言われる。でも、まあ、でも絶対に女の子は一回ゴリラっていうえ？わかるよ、わかる、なんかわかるよ。そう、あだ名が一回ゴリラになることないなかったけど、サラは。え、私は小学校の時おごえだからおごりって呼ばれてました。センスいいね、誰つけたの？おごりっていう、なんかめっちゃセンスいい。うん、おごりってすごいいい語呂じゃない？おい、いいね。全然悪口じゃないと思いますよ。嘘、わかんないけど。そうだよ。でも一回はみんなね、ゴリラって呼ばれると思う。わかる。ゴリラの。うん、絶対呼ばれると思う。かわいい子がゴリラ、ゴリラ呼びじゃない？わかんないけど。でもサラはメスゴリラって一回呼ばれたことある。そうそう。一回だけ。そう、メスゴリラって呼ばれたから、なんだよ、オスゴリラみたいな感じで返してたよね。そう。だから、アイドルやってる子、ゴリラって呼ばれてた経験が多い。そうね。多分、顔が、そう、綺麗な子がゴリラなんだ、きっと。そういう感じで行こう。と、
悔しくてゴリラとしもう呼びたいっていう、そういうことです、きっと。そういうことか。そう、そうだね。そう。ゴリラは可愛い。ゴリラのスタンプとかもこれから一生懸命使っていくね。可愛いよっていう意味でゴリラのね、絵文字とかね。ゴリラターン、ゴリラみたいな感じで LINE も送るね。はい、ありがとうございます。あのサラのさ、坊ちゃんはさ、猿だけどさ、オラウータン、オラウータン。あ、オラウータンなの。あ、そうだったんだ、うん、え、オラウータン。え、猿だと思ってた。うん、ごめん、猿だ。まあ、猿だ、だよね。猿会話が噛み合ってない気がするって。え、待って。サラがさ、コメントして。何、コメントしてどうすんの。コメントした。やっぱり、視聴者さんの気持ちにもならないといけない。視聴者さんの気持ちに。オラウータン、そう、オラウータンなんだけど、まあ、お猿じゃん。ね。オラウータン、あ、わかんないや。はるかに似てる。はるかね、もうね、サラと結婚するって決めたの。はるかはね。はるかは決めました。そうだよ。はるかは決めたんですけど。はるかは決めました。はるかは決めました。そう。そこちゃんと、そう、強調してくださいね。よろしくお願いします。はるかは決めました。はるかが決めただけなので、はるかが決めただけなので、まあそこはちょっとね。いや、違う違う、絶対ありえないね。なんだっけ、出た、はるかのことが好きみたい。ママがびっくりしてたやつ。そうね、サラのママにびっくりされたんだって、はるか。そう、違う、なんか、はるか、ちょっと昨日ね、それ、昨日のショールーム、はるかのショールーム。あ、言ったね。見てた？あの後、電話した後。うん。見なかったんだ。お風呂入ってた。え、あの時に、はるか、いろいろ、あの、何？ごまかしじゃない、こう、理由をね、こう、弁解をしてたんですよ。なんか、ショールームの、こう、カラオケ配信だと、まず一つ、言い訳としては、まあ、ちょっと、ショールームの、こう、マイク、とかだとちょっとだけ声が変わるんですよ。ああ、やったことないけど。あ、一回だけある。そう、それとで、私はあと、まずこの体勢があんまり歌う体勢じゃないじゃないですか、ショールームの体勢だとね。今言い訳中ですっていうのが言い訳に。言い訳二つ目。それと、言い訳さんがアイドルの曲だと、普通に歌うのが高いからさ、だから普段は歌割りを歌って、でサビを歌ってっていう感じだけど、その A メロ B メロとかも全部自分一人でショールームだと。でちょっと聞いてますか。はい、歌って。そうですね、そうですね。それがこの以上の3つからそういうことが起きてるわけだって。そうですよね、はい。そうなんです。だからアカペラとかもいいかもしれないけど、アカペラだと。じゃあアカペラでどうぞ。違うわ。すいません。それでもこう、サラのお母さんがね、そう、はるちゃん、はるかちゃん、声こんなんだったっけみたいな。え、でも分かる、いや分かるよ。違うの。あのね、研究生公演、パーティーが始まるよ公演の、スカートひらりの、なんだっけ、レコーディングの時も、やってたよね。ずっとやってて、そう、やってたの。だから、そう、一緒だったよね。違うの。レコーディングが。あれ、違ったっけ？今、なんて言った？そうだよね。いや、一緒だよ。私は覚えてるんですけど、いや、すごいなんか、っていう感じでめっちゃやってたから、レコーディングはなんかもうしょうがないじゃん。そうか、しょうがない、しょうがないです。違うじゃん、なんかもう違うの、
アイドルの曲はぶりっこしちゃうじゃん。しちゃうんですよ。認めました皆さん拍手ということで、小林さんは、まあでもいいと思うけど、それがアイドルだと思いますけどね。あ、必死のホラーはいらなかった。私は、昨日はシャーベットピンク歌ったんですけども、あの、シャーベットピンクは、うん、あの、なんだっけ、昨日はぶりっ子じゃないバージョンのシャーベットピンクを歌ったんですよ。みんな聞いてた？私のルームにいた方聞いてた？聞いてました。聞いてない。ハルルブリッコ認めたとかやめて。認めてないの。そうですね。認めました。でも、サラのルームではね、あ、もう、拍手が鳴り止まないですけど。何のだよ。もう、村長がブリッコを認めたっていう拍手が鳴り止まない。ハルルブリッコじゃないです。ハルルブリッコじゃないです。ブリッコはブリッコを認めないからブリッコなんです。じゃあもうブリッコじゃないですね。もう確信犯です、ただの。ちょっと待って。いや、はい、もう、あ、エアコン、もうあるかも。ダメだ。もう、やばいよ。ブリッコで。ビジネスは本当に言わないで、ビジネスじゃないから。それは NG らしいですね。うん、ビジネスは、やっぱ本当だから NG。本当のことは NG。でもコラボ配信中だとカラオケ配信機能使えないからさ、二人で。やめてください。私はカラオケしないから。サラはカラオケしない主義なんですね。そう、しない主義。企画しかしない主義。企画さすがですよね。私は企画力がなくて、よく怒られるので、ファンの方に。あるじゃん。あるじゃん。条例みたいなやつ。あ、条例は、だってもう毎日やってますもん。設定じゃなくて、すいません、ん、設定、すいません、すいません、うん、違う違う、実物、そうね、あの、やっぱり条例は必要だと思う、マジで。はるか村いいと思いますね。え、見えるでしょ、私は。はるるんのことビジネスと言わない。に、ハルルンは確信、あ、はい、当たり前よ、確信部で、いや、いいと思いますよ。カラオケするとよく落ちますって書いてある。落ちる？なんか、あ、落ちちゃうんだ。え、今度さ、騙されたと思ってカラオケ配信機能のところ押してみて。騙されたと思って押すの、うん、落ちるからやだよ。落ちたら困るけど。困るわ。サラは、その、一回やったことあるって言ってたけど、何の曲歌ったんですか？君だけにチュチュチュ。もうね、どうやって歌えばいいか分かんないね、あれ。普通にさ、友達とかで歌ったことはあるんだけどさ、カラオケとかでね、本物の。うん、すごい、友達が好きなんです。そう、はるかみたいな友達がいるんですけど、私。はるかみたいな友達いるの？そう。え、やだ、嫉妬するんだけど、その子も結婚するじゃん、はる、さらと。え、でもめっちゃ可愛いんですよ、私の友達。え？はるるんとはちょっと違う感じの可愛さがあるんですよね。何？はるかに持ってない魅力を持ってる女の子がさらの近くにいるの？そうなんですよ。ちょっとそのことは別に何の関係もないんですよね。ただの友人で。そうですね。あの、よくお泊まりとか、あの、そうですね。していて、あ、最近はしてないけど。そうですね。お泊まりとか、一緒にたこ焼きパーティーとかをしたりとか、あと一緒にね、水風船をして遊んだりとか、あとシャボン玉もやりましたね。あと一緒にお買い物をしに行ったりとか、ハルルンとはしてない、あの、いろんなことを、あの、やってました。はい。やりましたね。これからもやる予定は、あの、たくさんやる予定はありますので。はい。あ大丈夫か？助けて。早く。で、村長ね、家止めてくれないの。
ありがとうございます。ありがとうございます。豆腐メンタルなんだ。そうだよ、はるかは綿菓子だよ。可愛くすんな。豆腐でいいやんか。綿菓子メンタル、可愛くしないで。綿いや、はるか本当にね、ネガティブだよね。ネガティブっていうかメンヘラ気質あるよね。いいえですって。オッケー。相当なことじゃないと病んだりしないから。いや、なんかハルルン今日もなんか重いですみたいなコメント来るんですよ。いいえ。いいえってことで気にしません。間違ってます。違います。違いますね。意義あり、意義あり。これがハルルンです。重くないよ。重くないです。え、なんかさ、でも違うの。なんかさ、ファンの人がさ、なんかちょっと悩みのさ、悩みとか相談し合わない？最近の近日の悩み。うん、はるかはね、なんかファンの人がなんかはるかのことをそう、なんかいっぱい話してくれるのは嬉しいんだけど、なんかちょっとどうすぎたいじりをしすぎてて、普通になんかもう村から出るみたいな、なんかもうそう本当に思ってなかったとしても他の子のショールームを見に行くとか、他の子のショールームの、そう、村で村の外の告知をしないって言ってるのに告知をしたりだとか。聞いてます？はい。メモを取ってるんですよ。メモですか？そうですね。え、それでなんかもう本当に困ってて、なんかちょっといじりやすいよね、ハルルンは。いいんだけど、なんかそう言葉にすることによって本当にみんな言っちゃうんですよ。で、本当に言って本当に釣られて帰ってこなくなるねえ。はい。サラは悩みないの？そうですね、私はそんなに悩みはありませんですね。すごい。そうですね、そうですね、そうですね。サラ、そうです、今、そうですよね。今ちょっとあれですよね、あの、やっぱ美白になりたいっていう話してました今。何の話してた？ちょっと正直何言ってたか正直わかんないんですけど。ということで、あの、今日はですね、あの、そうですね。そう、私はね、あの、ポジティブなんで、違うんですよ。この、小越はるかさんはですね、私に急に、私、ポジティバーになるって送ってきたのに、何もポジティバーになってないんですよ。そんな時もあった。頑張ってください。あんな頃もあった。そんな頃もあった。ちょっと振り返らないでください。懐かしい。ポジティバーになってください。前向きという決心をし始めた再出発の頃。もう一回再出発してくれない？違うんですよ、ちっちゃいもんクラブにネガティブが多すぎるんですよ。あ、わかる。本当に頑張って、なんかもうみんなっていう時は本当にみんな下がってるよね。わかる。え、ちょっとさ、で、分かった。トーンがおかしいんだよ、はるか。もうちょっとトーン上げて相談したらいいんじゃない？トーン上げて相談していくね。そう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 。そういう感じで相談していこう。うん。ね、はるか、いつも、なんとかで、なんとかで、なんとかなんですよ、みたいな感じだから。めっちゃ似てる。え、でしょ？じゃあ、もう一回やる。人に怒られた時のはるかです。違う、あの、ね、怒られた時は本当に至って真面目に言ってる。あの、真面目な話し合いの時とかはなんか結構こういう感じだけど、なんかそう、あ、確かにね。でも怒られた時はしっかりしてるよね。え、そう、え、怒られた時は私は割としっかりしてるんだけど、なんかしっかりしてないらしいんですよね。違うんだよ、違うよ。じゃあ、それはちょっとね、おかしい、謝り方がおかしい。すいません、すいません。すいません、すいませんって言ってるから、すいません。
違う違う。って言ってる。ちょっと、マジで再現するね。はい。あ、それそれそれ。うん、マジはいがやだよ。はいがやだ。え、はいがなんか、はい。なんで私これ本当に、はい、すいません。すいません。違う違う違う。聞いていい？それは、はい。それは、なんかちょっと軽いじゃん。私は本当に、なんか本当に怒られて、本当に申し訳ないと思ってる時は。なんかもう声も出ないの申し訳ないと思って。はい、すいません。はい。それ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 。それでさ、何回か怒られてるよね。説教長いよね。うん、長い長い。絶対。長い長い。そう、しかも違う。相手の人と目を合わせないんですよ、はるかは。はい。いや、合わせてるんだよ。はい、合わせてるんだけど。すいません。はい。サラは本当になんかその、はるかが怒られてる最中申し訳ないんだけど、笑いが込み上げてきちゃって、毎回笑っちゃうんだよね。ごめんね。そうなの。本当に、でも、マジで、心境としては本気で謝ってるつもり。そう、なんかわかる。もう、最初の頃は、なんかこいつ、ふざけてんのかよって思ってたけど、今は大丈夫なんだけど、その、なんていうの。ガチで怒ってる人の前とかで、それをやるから。でもね、正直ね、どうやったらいいかわかんないんだけど、っていうか、私は小学生の時からずっと担任の先生に怒られたらこういう謝り方をしてて、それでなんか、ね、だえ誰にもそういうこと言われたことないから、自分の本気の謝り方がふざけてるように見えるなんて本当に本当に気づいて、でもそれが そうだわ、私の悩み、えマジでそうなの。でも最初の頃とかもさ、なんか結構スタッフさんとかからの時も違う、なんか真面目なトーンになると私声が低くて、はい、もう喉から声が出ないようになる。あ、そういうこと。そうだから、はいも、はい、え本当はもう2回目言い直したら、はいすいません、えじゃあちょっと待って、人に謝って気持ちよく許してもらえる、何気持ちよく許してもらえるじゃないけど、じゃあサラが怒るね。うん、なんだよ春香村って。もうちょっといい名前なかったのかよ。そうですよね、すみません。えなんだそこの、あ、すみません。なんか本当に相談したいのは、はい、私のその真面目に謝ってる時のトーンって、なんか私って声を高くするとてか今の声とかにするとなんかふざけてるとかぶりっこしてるとか、本当にぶりっこしてるつもりないのにぶりっこしてるって言われることが多いから、だからめっちゃ真面目な時は声を低くしてるっていうのもあるんですよ。じゃあなんか、わかった。呆れてるように見えるんだよ。じゃあ高くして言ってみよう、次は。でもなんか、はい、すいません、とかだと、なんかちょっと違う。え、そっちの方がいいんじゃない？そうかな。え？うん。でも、それにしよう。そうだよね。え、本当になんか私、もう今までもこれからも多分研究生の中で一番怒られると思うから。え、わかる。はるかってさ、流れ玉行くよね、よく行く。はるかもさみたいな。え、ほ、ほ、みたいな。で、その返事をするので、あのもう一回怒られるんです、はるかは。もう一回怒られる。流れ玉、そうなの。いや、本当に。そうなんだよ。え、ってか、流れ玉めっちゃ食らってるよね。まあいいんだけどさ。いや、まあいいんだけど、私はね。でも、いいよ。私はすごく、そう、あの、叱ってくださる大人の方がいてくださる時の方が、ことが花、ん？ちょっとおかしいな。叱ってくれる人が近くにいること、時が花とか言うじゃないですか。そうですね。そうですよね。だからあのマネージャーさんとかにはちゃんと本当に深く、あの本当にいつもありがとうございますと。はい。ちゃんとじゃあ伝えてくださいね。言ったね。うん。いやでも言ってるよ本当に。なんか私それでなんかググったの。なんか怒られた時の謝り方。ググったの。ググった。くねった。そう、くねったのって、え？怒られた時の謝り方で、その、謝ることはまず、そうじゃん。で、プラス、それ、そのご指摘をありがとうございますっていうことが、やっぱ丁寧な。
謝り方だから。そうですね。だからっていうことで、私はもう本当にでもそう思うから、なんかでもなんかご指摘ありがとうございますってちょっとなんかさ、かしこまっていいんだけど、なんかちょっとなんかわざとらしいじゃん、私が言うには。はい。だからそれでなんか言われたら、ちょっとね、確かに嫌味に聞こえるね、ご指摘ありがとうございますなんかご指導、なんだよ、ご指導ご指摘ありがとうございますみたいなさ、なんかちょっと私にしては変なことじゃないですか。だからはいはい、すいませんってなるの違う、私そこはそうなの、あのすいませんだと間違った言い方で、すみませんが正しい言い方なんだよ。だからはい、すみませんって言ってるんだけど、なんかちょっと全然伝わんないみたいで、でも申し訳ありませんもなんかさ、会社っぽい言い方だとさ、わざとらしいじゃん。いや、きっとはるかはね、あの一生こういう子です、きっと一生怒られて生きていくと思いますどうすればいいの、わかんない、でもこれでいいよ。いや、めっちゃ自分でも納得してるときは本当にちゃんと、あ、そういうことね、納得してないんだ、すいません、すいません、はい、すいません、いや、っていう時は納得してないんだ。わかんない、納得してない時は目合わせられないかもしれない。大体合わせてないですよ合わせてるよ。いや、スタッフさんとかは合わせてるけど、そのちっちゃいもんの会議とかね、大体そう、なんか今はなくなったけどね、昔はすごいあれでした、何でもバン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 、いろいろ、そうですね、 あの時はあの時で楽しかったですね。あの時はね、青春ですね。え、なんか一人ずつ抜けてったよね、なんていうの、そういうことじゃなくて、争いから一人ずつ抜けてったよね。あ、きっと今残ってるのはるかとかじゃないはるかとかじゃないはるか、そう、なんか私は最初はそう、ちょっと言わせていただいていいですか。はい。サラはなんかいつもなんか急に第三者目線で審判みたいな感じの入り方してくるんですよ。だって巻き込まれたくないですから、本当に違う、そういうなんかそういうことじゃなくて、違うんですよ全然。なんかもうはるかはこうなんですよ。でなんとかは、いや、だって待って本当にちょっと、でもなんか違うじゃん。でもこれも違うじゃん。これがみたいな。違う。だって違うじゃないですか。だから、まず、だから、6人で戦ったら、もう誰も、その、止める人がいないじゃないですか。うん。で、大体、テラヒナが、あの、参加しない。テラヒナは別に、そういうことをしないじゃないですか。静かにしてるよね。そう、静かにしてて、ずっと笑ってるんですよ、なぜか。全部遊びだと思ってるんです。こういう。そう。え、みんな遊んでるんじゃなかったのっていうぐらい、ちょっと鈍感なんですけど。マジであれは、おいってなる。そう、だからみんなが、そう、頭がもう、整理できてない時に、だから、はるかはなんとかなんでしょ、で、ゆうはこれなんでしょ、あおちゃんはこうなんでしょ、で、やひはこれなんでしょ、はい、どうぞっていう。はい、どうぞ。そう、てらひなはずっと体育座りして。で、なんか、みたいなね。そう。楽しい、一番楽しんでる、ほんとに。自分の意見ちょっと押しすぎたとかごめんとかって言い始めると、テラヒナがなんか、え、遊びじゃなかったみたいな、え、みんな遊んでるのかと思ったとか、何を言うてるのえ、違うのみたいな、そう、違うわって言ってる。こちらはもうすごい真剣に話してますけどみたいな感じで、本当にさ、テラヒナ冷静すぎてビビっちゃう。わかる。でも意外とテラヒナはね、あの、そういうので場を和ます。場を。うん。確かに。和むね。うん。テラヒナがいるといいよね。確かに。まあ、いっかってな。はるかはあとなんか、話が思いついた時にその話をするから、その話を、ね、そうなの、話始めて怒られる、よく。そうなの、ちょっと聞いてもらっていいですか。
まず、ちょっと待って、ちょっと待って。本当にこれは言いたいんだけど、違うの、なんかその、話し合ってるテーマがあるじゃないですか。うん、テーマ、第一のテーマがあって、第二のテーマがあって、第三のテーマがあるとして、第二のテーマの時に第一のテーマを、でも私はって言い出すんですよ。みんなわけわからない。今第二のテーマを話してるのに。大体さ、の女だから、マジでうざいよね、本当に。そう、なんかもう、え、今っていう。それはね、今この話。本当に本当にもうね、それはもう私です。そうそう、すみません。多分ね、この人は付き合ったら、過去のこととか喧嘩して、付き合って喧嘩したら、過去のこととかをめっちゃ言ってくる彼女になると思うんで、気をつけてください。将来の旦那さん。そうだよ。そうね。よろしくね。いや、ちょっと難しい。なんかさ、6月生まれでさ、なんか宝石は、なんか誕生日石ってあるじゃん。うん。なんか真珠なの。ええー。あ、ルビーだって気がする。真珠の指輪。真珠の指輪ってある？真珠の指輪。あるんじゃない？豚に真珠。ごぶたつに真珠。すいません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 。待って、ごぶたつに。ごめん。だってもう、ハルルンだってさ、非常食って呼んでるから謝った方がいいよ。呼んでないよ。非常食って呼んでるから謝った方がいいよ。呼んではない。かわいそう。私は一生呼ばないから。ね。いけい。そのさ、でも非常食にすればいいじゃん。うわ、ひどい。皆さん聞いてました。この猿も非常食にすればいいじゃんって。そんな怖いこと言うね。怖いよね。マサルくん。もう嫌いだね、ハルルンのことね。やだね。マサルくん。もうダメです。一生ハルルンの前に行きません。マサル。マサルくんも一生。マサル、ウキウキ。もう睨んでます、この目は、特に。ウキウキ、ウキウキキ。マサ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 。マサウキ。マサマサ。マサ。ダメです。マサルくんって呼ばないでください。一生マサルと呼ばないでください。し。泣いちゃう。こうやってサチは敵を作っていきます。そうです。ハルルはこうやって、もう、こうやってね、もう、やめろ、その手。ぶりっ子のさ、もう第一の関門だよ、それは。もうやばいよ。忘れてしまってたら謝ります、ごめんなさい。でもちょっとこれはもうね、説教3時間ぐらいしますわ。やめてください。ビジネス発動、すいません。ねえねえ、サラ、2人でさ、人狼ゲームしよう。やだ、君人狼。人狼。私占い師。いや、違う、サラが人狼です。サラが人狼です。いや、違います。人狼ゲームの青ちゃんします。はいはいはい、見つけました。私、はるかが人狼だと思います。いや、ゆうが人狼だと思います。いや、テラピも怪しい。私はサラが人狼だと思います。なぜなら私が村民だからです。私は村民っていうはるかが怪しいと思います。いや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 。この人、毎回村人なのに村民って言うんですよ。いちいち。うんうん、それが、カイリちゃんにも伝染して、カイリちゃんも村民って言うようになったんですよ。どうしてくれるんですか？村人です。かわいい。村人でもない、市民でもない、村民って言うんですよ。もう二人しか村民って言ってないけど、もう、かかっちゃったもんね。これから広まっていくから。そうなの。もう一生私は言いませんけどね。私は絶対に、最後の一人になっても言わない。絶対言わない。言っちゃうから。じゃあちょっと投票しましょう。ねえ、いいって。ハルルンが人狼だから。いや、私はサラが人狼だと思うので。じゃあ投票しよう。私はサラに投票します。はい、投票スタート。1番がハルカで、2番がサラね。はい、いいよ。人狼だと思う方。一番が何？はるか。よし。オッケー。いや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 。
ねえ、一番だけど。私は村民です。私は村民です。いや、ほんと人狼なんで。村民って言ってる時点でちょっとダメですよね。村人なんで。村人ですので。私は村民です。はい、ということで投票終了。あということでですね、私はなんと、投票ボール、1、2、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でやったんですけど。なんで？なんででしょう。バカだから。バカだから。そう、私の番号は、2番なんですけど、なんとですね、1位が1番です。ということで、はるるん。処刑。処刑ハルルのルームでも1番と2番だったんですけど、1番はるかが 81.8% ということで、ハルルンがじゃあ最後に言い残したこと、待って、はい、ちょっと言い残した遺言遺言どうぞ。遺言、え、なんでサラのルームではサラが人狼ってなってないんですか？やっぱり私は村人ってみんなが信じてくれて本当にありがとうございます。はるか、自分の方が信じられてないんでしょうか？そうですね、やっぱぶりっ子だからかな。やっぱ一皮めくれということですよね。破れぶりっ子ということで。何やってるんですか？破ったんですよ今。何やってるんですかって、今さらがやってって言ったから、ごめん、物理的に破ったのね。そうだよ。びっくり、そういう人初めて見たから。じゃあ私はサルにとって唯一無二の存在ということですね。三村ひのやん。唯一無二の存在。唯一無二ってさ、三村さんのおかげで知ったよね、その言葉。私も唯一何かなって思ったの最初、毎回唯一無二って言うから、うん、言ってるけど、ひのちゃんっていう子どういう意味なんだろうって思って、すごい四字熟語使ってくるなって思った。そう、頭いいなこの人って思った。そしたらね、なんかいい言葉だった。うん、唯一無二って言葉だったね。ね、難しいんだけど、ね、なんて言えばいいか。でもいい言葉です。でもさ、今思ったら普通にさ、漢字見ればさ、唯一の意味もわかるしさ、無二がちょっと私は頭の中で漢字が思い浮かばなかったんだけど、無、ないに二じゃん。わかるよね。え？テレレレー。テレレレー。ちょっとわかんない。ということで。そんなことないです。もうこれはもうすごいね。サラ、あ、はるか村のさ、条例副将に付き合ってくれる？いや、サラが言ってあげるね。じゃあ1から何まであるの？何まであるの？その9まである。その9って言うんだ、うん、その9って言うんだ、条例って。でもいつもこれは読んでない、省略してる。第1条とかじゃなくて、その9なんだ。うん、ひらがな多めがいいって。ああ、ひらがな、かわいさをね。ということで、いきます、皆さん。大きな声で、はるか村の皆さんも、おさらファミリーの皆さんも、言ってくださいね。イエーイ！イエーイ！はるか村条例、その1！はるるんはぶりっ子！はるるんはぶりっ子！その2！はるるんのハート型ウイルスは、とてもぶりっ子！ハルルンのハート型ウイルスはとてもぶりっ子。はい、その3。ハルルンがすみませんって言った時は、あと1時間叱る。村で村の外の告知をしない。と、村の外の告知はどんどんしよう。ダメです。ハルルン以外の子も見る。もう村破壊です。すみません。はい、ということで、まさるくんは非常食ではない。まさるくんを食べちゃおう。
ゴブタツはお皿ファミリーで引き取る。ゴブタツはハルルンと一緒。ゴブタツはハルルンから逃げたいと思っている。マサルくんはハルルンに恋をしている。大丈夫だよ。ハルルンはね、マサルくんって、そう、ちょっとごめんね。アレルギー。ハルルンアレルギー。会えないじゃん。何、私猫アレルギーみたいな。猿アレルギー。じゃ、ハルカアレルギーやね。この子が。ということで、ゴブタツはうちで引き取ることになりました。引き取られるの？そうですね。ゴブタツの意思はどうなるんだ。ゴブタツはハルルのこと大好きなはず。ゴブタツはだって食べてほしいとは思ってないもん。いや。ハルルね、ゴブタツいらっしゃいということで、今度きっと引き取りに行きたいと思います。ちょっとね、世紀のハルカ村の副将。やだよ。村から出ない。村から出よう。村で過ごす。村を壊す。村で村の外の告知をしない。村で村の外の告知をしよう。はるかに集中。はるかにバッキュン。ちょっと困ってるよ。そうですね。あ、終わりですか。村から出ないというよりまだあります、ここから。あ、すいません。はい、ないというより出れない。村から出ないという呪いにかかっている。出れない。見えるのはハルルンだけ。見えるのはサラランだけ。え、笑うなよ。ごめんなさい。村でエンジョイ。村でよっしゃ。なにこれ。ハルルンは優しい。ハルルンは反省しない。それは違う。ハルルをそれはそれは熱く押す。ハルルをそれはそれは熱く叱る。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。サラちゃんの言ったことを復唱見事にしてるハルカ村村民の皆さん。そうですよね。やっぱり叱ってそれ反省しない。サララは私です。新しい条例増えてる。ハルルンはビジネス。いいね。先生いいね。誰だよ。ちょっと。いや、でも。出てこいや。まあ、それもはるかなんで、みんな静かに。それもはるかなんでね、ちょっと。はるか、ちょっと、この後21時からは個人配信に移るけど、ちゃんと叱る体制に入るので、村民の皆さんは正座で。あ、怖い。怖い、はい、大丈夫。村民の皆さんすっごい復唱してるんですけど、頑張ってください。頑張ってくださいね。ハルルンはビジネス、そんな言わないで。いや、こちらもハルルンはビジネスで埋まっております。うん。なんかもうサラのファンの方ってさ、本当にサラさ優しいからさ、なんかもう、いや、ハルカ村の皆さんだって優しいでしょ。ハルカ村の皆さんは日々他のこのルームに行ってるだけなの。そういうこと言うなよ。皆さんはきっとね、名前だけ、住所だけはるか村に置いて、気持ちは他のところに飛んでっちゃってるの。それが真実ですからね。皆さん、それがもう自分の心なんです。村に帰ってくればいいみたいなんで、みんな日中はそこら辺に行ってください。日中はそこら辺に。日中はね、ぜひ、いろんなところへ。悲しい。サラ？はい。結婚しようね。やだ。やだ、やだ。ハルルンとは結婚しない。ハルルンとは結婚しない。サラ？はい。こんにちは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 、サララン。こんにちは、ハルルン。いよいよ。今日は、お茶飲んだ？今日は、お茶飲んだよ。麦茶。麦茶。うん、
サララン今日食べた？ん？サララン今日アイス食べた？これから食べるの。ママに内緒で。ママに内緒で？うん。禁止されてるから。そうなの？はい。そうなんで？ん？一日、本当は10本ぐらい食べてて。禁止されたから。本当に10本食べてた？ 5 本でしょ？うん、10本。一時期10本食べちゃって。本当にやめてって言われた。いや、それそうだよ。ガチで怒られた。そう。だって一日。本当にさ、冷凍庫しまうよって言われた。ごめんなさい。本当にさ、何？すいません。桃太郎アイスってこと？いや、桃太郎アイスとか、そのチョコがコーティングされてるアイスとか、普通のバニラアイスとか、カップのアイスとか、いっぱい食べてたら、本当にさ、いい加減にしてって言われたの。でも一日で。うちのママ結構怖い。いやいや、普通に当たり前でしょ。サラの。結構怖い。そう。一日じゃん。そう、本当に怖い。すごい。そう。でもそういう感じで生活してる。え、本当に、本当に、なんかアイス、もうお腹壊しちゃうから、本当に。え、でもね、そう、全然お腹壊さないんだよね。いや、元気だから。アイスはさ、アイスはさ、一日だって、いや、多くてもさ、ちょっと食べ過ぎちゃったなって思ってもさ、2、3本とかじゃないですか。でも、はるかもさ、前さ、サラがさ、はるかってね、クリームのアイスが好きらしいの。うん。でもね、あのね、サラが勧めたアイスね、クリームだったか、そのシャーベットだったか忘れてたんですよ。それで、きっとクリームだよって言って、サラが勧めたアイスを買ったの、二人で、うん。そしたらね、あのね、まんまとシャーベットだったんですよ。だから結構怒ってた。でも、結局美味しいって言ってたので、まあよかった。なんか、練乳のね、やつだった。そうそうそう、練乳が中に入ってて、でもね、そう、周りはシャーベットだったの。え、シャーベットだ、うん、みたいな。そう。なんか、そう、シャーベット。でも、はるかアイスクリームが好きだったから。あ、シャーベット好き。でも、シャーベット美味しいと思った。そうだよね。シャーベットピンクだ、そうだよ。出てるんだから、シャーベットピンク。なんか、桃太郎アイスはさ、なんかさ、氷じゃん？氷だからさ、まだあれだけどさ、アイスクリームになるとさ、なんかまた、あれじゃないですか。でも、サラは、それも含めて10個食べてたんでしょ。すごいね。ん？だって、なんかさ、すごい限度というものを知らないの。そうなの。そら、あればあるだけ食べちゃうの。いや、なんかさ、さすがにこれはやばいなって思いながら、その、違うの。手が動いてんの。動いてるんですか？そう。ガラガラ、シュッ、パクっていうのが、もう、染みついてるんですよ。すごい。そう、なんか、しかもママもいっぱい買ってくるの。一気に3箱とか買ってくるから、あればあるだけ食べちゃうよねっていう話よ。わかる。うちも今日は本当にみんなずっとアイス食べてて。いいじゃん、食べね。ごも食べてないけど。いや、わかる。最近アイスの消費量が本当にすごい。そうだよね。やっぱアイスは食べた方がいいと思いますよね。私、この前初めてガリガリ君食べたの。食べたことない、サラ。え、食べたことないよね。うん。わかる。なんか食べる機会なくない？あんまり。うん、なんか食べようって思わなかったけど、今も思ってないけど、でもあったら食べると思う、うん。あったら食べるけど、家にね。そう、買おうって思ったことがなくて、だからまだ食べてないです。そうなんですね。あ、21時です。ということで。はい。ハルルンルームの皆さんもありがとうございました。ハルルンルームの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。これからはハルルンの個人配信？うん、個人配信する。ということで、皆さん、今日もお疲れ様でした。ぜひ SNS もチェックしてください。ハルルンの。あ、サラはもう終わりなんですね。はい、ということで、今からアイスを食べに行きたいと思います。またねー。バイバーイ。よし。ハルルン、ハルカ村に一挙。よし。ちょっと。え、これどうすればいいの？一回終わらせればいいのかな。一回切るね。またすぐ始めます。またねー。